続いてのコーナーはこちらです。あなたが選んだシチュエーションリクエスト。このコーナーはですね、事前にガールフレンド公式ツイッターにて皆さんに募集した、私たちが担当するガールに言ってほしいシチュエーションのセリフをお届けするコーナーでございます。募集していたんですよ、なので皆さんのお気持ちがここに載っているということですね。そうだね。そっか。でも言ってほしいことを言うってすごくないですか？皆さんが、ね、選ばれたとしたら、ね、夢のような。そうだよね、キャラクターがこれを言ってほしいっていうのが分かるあれですね。ね、そうだよね。何を求められてるのかっていう。なるほど。今後の指針にできるということですね。はい、まずはですね、りなちゃん担当するゆうきなえちゃんに言ってほしいセリフのシチュエーションを、こちらでございます。シチュエーションは、おままごとをしてるときに苗に言ってほしいこと。やっぱりちょっと可愛い感じだよね。そうですね。苗ちゃんはね、おままごとをしてるときに。何ちょっと違う、違うんです。笑ちょっと笑ってもいいですか？笑ってません。全然笑ってないんですよ。すごい限定されてるし、ね、そうだね、確かに。すごいなと思って、ここに向かってるんだなって、苗ちゃんは。そうですよ、もう。その需要にも応えて。その需要にね。すごいことだよね。すごいよ、これだけいるからね、キャラクターで。そうだね、なかなかできないのね、ママごと。そうだよ、でき、嬉しいです。そうだそうだ、はい、では一つ目のシチュエーションのセリフをりなちゃん言っていただきたいんですが、いいですか？はい、大丈夫です。はい、それではお願いしたいと思います。 3,2,1 どうぞ。ほら、パパに行ってきますわ。本当にこの子はパパのことが大好きですね。ママ？もちろんママもパパのことが大好きですよ。パパはどうですか？ちょっと待って、めっちゃ恥ずかしいんですけど。どうしよう。開けに映されるとちょっとなりますね。いやー、かわいいね。かわいい。なんか1位、さっきも1位パパだったもん。そうだね、みんなパパって言ってほしいよね。パパって言われたい。そうだね。でもりなちゃんに言われたいんだよ。りなちゃんっていうか、余計おかしくなりました。りなさん、ここも出ちゃうんだけど。間違えた。ちゃえちゃんにね。もうなんかね、ガルフレのキャラクターがね、一緒になってるの、キャストさんと。なんかもう透けて見えるから、もうりなちゃんにしか見えない。本当ですか？いけないいけない。ラジオでもよくね、カードでね、こうみんなのカード出るたびに、あ、ゆいちゃんに来てほしいねとかね、りなちゃんこの笑顔、りなちゃんこういう笑顔するよねみたいな。すごい一体化してるんですね。そうなの。嬉しい。そして2つ目もあるんですよ。2つ目のシチュエーションのセリフをりなちゃんにお願いしたいと思います。3,2,1 どうぞ。あなた、今日も一日お疲れ様でした。ご飯にする？お風呂にする？それとも私、やっぱり私には神楽坂先輩みたいにはできません。かわいい。恥ずかしいね。これめっちゃ恥ずかしいですよ。どうしよう。暑いんですけど。しかも終わった後に一回こう、そちらの方が挟まれるっていう、すごい現実が近そうですよね。恥ずかしいよね。一瞬にして戻ってくるからね。戻ってきますよね。かわいい。よし、ありがとう。これはいい。次はこうね、パパママではなく、あなたですよ。そうそうですね。ママごとがもうちょっと夫婦になるね。いいね。かわいい。このボイスはないんですか？ない。これはね、ないよね。今回だけ。今回だけですな。なんて。スペシャルなの。スペシャルですよ。7周年。ここでしか聞けない。いいなぁ。なんか今後もこういうのあったらいいな。